谷繁元信は落合監督から一番いなくなったら困る選手とされていた。谷繁はキャッチャーとしてのリアクションが大きく、ファンからは谷繁と呼ばれていた。谷繁はプロ入り直後は物覚えが悪く、先輩からミスターパンパースとあだ名をつけられた。谷繁はプロ2年目にバッテリーコーチから体罰を受け、それに憤慨して引退を申し出るも監督になだめられた。谷繁はドラフト1で入団し背番号1を与えられるが、防具に隠れて見えないという理由から8に変更された。谷繁は年俸が下がってでもメジャーに行きたいという思いがあったが、良い条件を得られなかったため断念した。谷繁は川上憲伸とのバッテリーで2年連続ゴールデングラブ賞を取るが、3年連続で打率最下位を記録している。期待の名捕手と言われる谷繁は捕手としての最多試合出場というギネス記録を持っている。